ああ、やだ。本当に、ああ、違うんだよな。だから、こうなりたくなかったから、いろいろ話をまとめて話そうと思ったのにな。ああ、やだ。こんにちは、劇団スカッシュということでですね、今日はですね、私が見てきた映画のこちら感想の方をちょっと述べさせていただこうかなというふうに思ってるんですけれども、こちらでございます。ててーて、ということでこちら。はい、スター・ウォーズ・スカイ・ウォーカーの夜明け。ちょっと休み中に見てきたんで、ちょっと見てからだいぶ時間が経ってからのちょっと感想の動画ということになるんですけれども、まずね、皆さんがどう思ったのかなっていうのも、すごく気になってるところなんですけど、まず見てどうだったかという、大まかな感想としては、すごく言葉に迷ってるんですけど、めちゃくちゃ感動しました。劇場で、後半分ぐらい、正直ずっと泣いてたんで 感動したし、すごく、ああ、見終わった後に、ああ、そうか、これでシリーズ完結かという気持ちがまず、だーっと、それ見てる途中からずっとあったんですけど、見る前からか。見終わった後ね、本当に、あんだけ泣いたんだから、面白かったんだなっていう思いと、いや、ちょっと悔しいなみたいな、別にね、自分のことじゃないんですけど、そうか、これで終わりなのかっていう寂しい気持ちと、こういうのを見たかったんだっけから、もうちょっと違う形のものを私は見たかったよなっていう、そういう悔しい気持ちと、いろんな感情がこの湧き起こってきて、そういう意味ではすごくいい映画だったんだな。っていうか、すごくいいシリーズを、私はこうやってね、年を重ねて見てきたんだなっていうふうに思ったんですけど、まずですね、そう、だからめちゃくちゃ心揺さぶられたんで、いい映画だったなというか、いい劇場体験だったなというふうに思います。だから皆さんも見に行ってほしいなっていうふうにもちろん思うんですけど、ネタバレを多分にすると思うので、ネタバレ嫌な方は、ちょっと見るのをやめていただいた方がいいかなと思うんですが、まず前提として、前情報、予告編の情報とかを一切入れずに見に行ったんですよね。そしたら、始まって冒頭、1行目ですよ。1行目っていうか、遠い昔、遥か彼方の銀河系でって、出た後の、ででーって出たところに、死者の口が開いた、つって。え？と思って。そんなことある？ でも予告編見てた人からしたら、そういう展開だろうなっていうか、わかんないですけど、その物語を考えるのが好きな人からしたら、そうなるだろうなっていうのあるのかもしれないですけど、僕そういう情報を一切入れずに見に行ったら、死者の口が開いたって言われて、え？と思って。本当に映画館で一人で端の席で、えってちょっと身を乗り出して、えどういうこと？と思って、えあのパ、まあ、パルパティーンがみたいな話になったんですよ。エピソード6でね、アナキン、ダース・ベイダーとルークが、言ったら、ルークがですよ。ルークがあんだけ頑張って、エピソード1、2、3も含めれば、そのパルパティーンっていうね、人がいて、そいつが、もう全てがそいつがみたいな気持ち、こっちは。もうその人のためにいろんな人が巻き込まれ、苦しい思いをして、でもエピソード6で最終的にはお父さんを、アナキンをダークサイドからもう救い出し、で一緒になってそのパルパティーンを倒すっていう、そういうことで、もう言ったら大団円を迎えた、そのパルパティーンが、蘇ったみたいな。やっぱラスボスをこいつにするんだ。だからね、そこで度肝を抜かれたっていうか、それが分かんない、映画作りの王道なのか、その物語をね、完結するっていうことは、結局ラスボスはあいつっていうことにするしかないっていうか、そのエピソードね、1、2、3、4、5、6と、そいつが言ったら黒幕だったわけだから、
それは789の黒幕もそいつでしょってなるのは当たり前なのかもしれないですけど、6で倒したじゃん、それをもうあんなに頑張ってみたいな気持ちだったから、今ちょっと僕はもうすでになんかわかんない泣いてるんですけど、6で倒したんですよ。6でパルパティーンをあんな思いをして倒したのに、ああそうか、またそうか、あの日そうかみたいな気持ちにな最初なっちゃったんですよね。新たなる希望から見た世代としてはやっぱね、ルークなんですよ。人気で言ったらハンソロの人気とかダース・ベイダーの人気とかもあると思いますけど、子供心に見たやっぱ一番の憧れってやっぱルーク・スカイウォーカー、砂漠の惑星で暮らしてた青年がひょんなことからお姫様を救いに行くんだみたいなことになって、で実はルークはその何者でもないと思ってたけど、実はその言ったらまあ勇者の血筋だみたいなこと言われて、まあゲームによくあるやつですよ。ライトセーバーっていう剣持って戦うんだ、しかも銃持ったやつより剣持ったやつの方が強いんだ、かっこいいみたいなのとか、ドロイドたちの造形のかっこよさであるとか、宇宙船とか、それこその X ウィングとかタイファイターとか、そのスターデストロイヤーとか、まあ、行くはもうそのデススターのその存在感とかって、そういうのはうわすげえ。だから言ったらスターウォーズを好きになった人ってやっぱ最初見た目とかそういうキャッチーさ、その実は伝説の勇者だった男が魔王を倒しに行くみたいな、そういうところにあると思うんですよ。ルークがフォースのバランスをね取り戻したわけですよ。宇宙の平和を守った、そういうところがあってたのに、ジェダイのあの最後のジェダイでのルークの描かれ方っていうのにはもちろん、いやそういうことじゃねえんだよな、俺たちのルークスカイウォーカーまあ俺たちのルークスカイウォーカーって言ってる時点で、まあ、どうかしてるなとは思うんですけど、俺たちのルークスカイウォーカーはそんな人じゃないんだよ、すごい人なんだよっていうのが、若干軽く扱われちゃったなっていう思いがあったんで、まあでもそこからどう取り返すんだろうなっていうところで、だからルークの扱い的にはフォースのスカイウォーカーの夜明けである程度ね、なんかあやっぱそうだ、やっぱルークはマスターだよっていう感じになったりもしたんですけど、もうそれにも増してなんかルークスカイウォーカーアナキンと、もうダース・ベイダーとルークが成し遂げたことっていうのがなかったことになっちゃったなっていうふうに思っちゃったんですよね。だからそうなった時にすごく、ああなんかその憧れてたスター・ウォーズに憧れてたルーク・スカイウォーカーに憧れてた気持ちっていうものがなんか袖にされちゃった気がして、すごく寂しい気持ちになっちゃったっていうのが、まあエピソード9だなっていうところが、感想です。ちょっと、新しく物語をね、紡ぐ、見せるということで、なんかその、最近いろいろ考えるんですけど、旧三部作というか、またね、こいつ旧作の話ばっかりするなと思われるかもしれないですけど、スターウォーズを見てとか、なんかさ映画を見て、あ面白かったなってなった時に、あこの登場人物たちの今後が知りたいとかって皆さんもよく思うと思うんです。じゃあこの人たちが今後例えば誰かと結ばれてとか何かを成し遂げてとか なった後に、じゃあこの先どうなっていくん、どうやって年を取っていくんだろうとかっていうことってやっぱ気になったりするじゃないですか。そうなった時に、ああの次回作もぜひ作ってくださいみたいな風になるけど、結局その先の物語ってじゃあその人が例えばルークがねパルパティーンを倒しました、ダースシディアスを倒しましたってなって、じゃあその先ねいい人と結ばれて子供作ってとか、その銀河が平和にその先も未来永劫銀河は平和でしたって言われても、それはだから映画にはならないわけじゃないですか。確かにそれはね私もわかる。だから一回その地の底に落としてそっから這い上がっていくでもいいですし、なんかその新しい展開をつけて、そのね言ったらあのシス側の何かがこうまた復活したとか帝国軍がって言われるのは
確かにわかるんですけど、ホースの覚醒で、まあ言ったらカイロレンにその葛藤を与える意味でカイロレンに殺させましょうみたいなね、そういうプロットが出来上がるっていうのは仕方ないことなのかもしれないですけど、でもそのハンソロとレイヤがね結ばれて、でカイロレンという子供が、まあベンソロっていう子供ができてみたいなことを思った時に、なんかその家族がさ、言ったら幸せにというかみたいななったらいいなって思うのが、そういうのがだからファン心理だから、そういうのとまた映画の物語というものは、物語しなきゃないっていうものはね、そう言ったら別で考えなきゃないっていうのは分かるんですけど、言ったらそういう思いもあるじゃない、みんなだって。そうか、でもこのハンソロの死っていうものは物語が大団円を迎えるというか、そのねカイロレンにとってゆくゆくはと思えばこそ、ホースの覚醒でうんと思いね、でルークがカイロレンが闇落ちしたきっかけは、実はまあ、あの辺の描き方がね、なんかちょっとしっくりきてないんですけど、まあ言ったらカイロレンが闇落ちしたのはルークのせいだ、そうなった時に、いや俺らの思ってたルーク・スカイウォーカーってそういう器じゃない、だってお父さんをダークサイドから引き戻したんだから、なぜその甥っ子を闇落ちさせるようなことをしてくれるなよと思うじゃないですか。だからそういうことが、うわー、だからカイロレンに負荷をかけなきゃない、何かしらのストレスを、まあベンソロに何かしらのストレスを与えなきゃないっていう要素を、そういう、まあ、旧三部作の人たちが担わなきゃないっていうのは分かるんですけど、そのやり方が言ったら雑だなって思っちゃうんですよ、まあ、しょうがないのかもしれないけど、そういう風に旧三部作の人たちを、我らの勇者を使ってくれるなよとやっぱ思っちゃうんで、そこがね、だから大事にというか、最終的にはなんかルークが解決してくれるみたいなものの方が私は見たかったですけどね。それだと面白くないですかね。フォースの覚醒の最後でルークが出てきた時のあの高揚感、うわーようやく来たとね、だから隠居してたのもう、まあ、なんでだよと思うんですけど、まあヨーダも隠居するから、まあそうかルークも隠居するかっていうふうに思えたんで、だから隠居してたルークが、まあ、見つかった時に、ああそうかここからなんだってなった時のね、あのあれもあったし、だからなんかそう、ああ結局そうか、ルークが好きでスターウォーズを見てたんだなと思った時に、そのルークの異形が言ったら薄味にされちゃったっていうところで、エピソード789をトータルして見た時に、なんか残念な気持ち、そうよく完結させてくれたな、いただいたな、映画にしてくれてありがとうという気持ちとあールークが薄味になっちゃったなっていうところの残念な気持ちが、同時に押し寄せてくるという、そういう作品だったんだなというふうに思います。いや本当よくわかんないのよ、どうしたらいいんだろう。今後さ、例えばさ、僕スターウォーズを好きなんですって多分今後も言うんですよ、やっぱ面白い映画だなって未だに思ってるから、エピソード4とか4、5、まあ、789もだからつまんない映画だと思ってるわけじゃないんだよ。そうした時にさ、まあだから今まではね、4、5、6を まず見てください、もう公開順ですよ、4、5、6をまず見てください、その後に1、2、3を見ると、ジェダイっていうものが昔強かった、昔すごいそのジェダイって呼ばれる人たちがいて、そいつはもう何でも解決してくれたんだ、銀河の平和をジェダイっていうものが、ま、守ってたんだ、そういうその漠然としたその伝説の勇者的な扱いをされた人たちが、言ったら4、5、6ではその言ったらその今が描かれてるんで、伝説もはどうだったのかっていうものが可視化できないんですけど、それ1、2、3でそれを言ったら可視化してくれるんですよ。で
言ったらアナキン・スカイウォーカー、ダース・ベイダーの誕生秘話が語られるんで、456の面白みがグッと増すんですよ、123を見ることによって。だから456を見て123を見たら456がまた面白くなって、あ、なんてすごいことなんだスターウォーズっていうものは。で、今までなってたから、まあ、456を見て123を見てください。で、78が出た時は、で、その後7を見たら、あ、新しいキャラクターがこんなにも出てきて、スカイウォーカーっていうか、そのスターウォーズの物語がこんなにも広がるんだ、新たな展開をしていくんだ、なんて素晴らしい作品群なんだろう、スピンオフでこんな面白いものもあります、こんな面白いものもありますっていうところだったのが、789を見たの、456がなんかなっていうものになってしまいますってなったらさ、今後どう進めたらいいの、みんなに。456を見て123を見てください。そしたら456が面白くなります。ただ78を見て、まあ、78を見てというか7を見て世界観を広げた後はもうなんかその不完全燃焼のまま過ごしてくださいじゃはいけないから、やっぱ789を見てくださいってなったら、456のなんかルークの頑張りがなんか残念な風に感じてしまわないかと思ったら、789おいそれと進められないよと思っちゃうじゃないですか。なんかそれが悲しいんだよな。でもこんな気持ちになりますから、言ったらその多少ね涙を流しながら映画の感想を語るような状態になるっていうことは、全部見たらみんなこんだけね、あのいろんな感情になりますよと、そういう意味でつったら、ね、ずっと話してられるっていうことを皆さんは勝ち取ることができると思いますんで、その時間を皆さんも勝ち取ってください。あのずっとこのことを喋ってられるということを皆さんは勝ち取って、でその感想をまたね僕のようにその、あ、12456を見て123を見たら456がまた面白くなって、でも789を見たら456がなんか悲しいことになっちゃうんだよなっていう感想をみんなにも広めて、スターウォーズっていうもののね世界をみんなで味わってくださいっていうことしましょう。ちょっとそのあーダメだ、本当に泣いてきた、なんでなんだろう、あーやだ、本当に、あー違うんだよな、だからこうなりたくなかったからいろいろ話をまとめて話そうと思ったのにな、あーやだあー地球を見たらさ456 でもね、でもね789を見てね感動したことは嘘じゃないんだよ、それをみんなにも言いたいんだよなあーやだな、30分ずっと泣いてるんだけどこんなことね、でも自分でも思ってなかった。だから456っていうかスターウォーズっていうものに対して俺ってこんな、だからこんな思い入れがあったんだと改めて思ったんですよ。だからなんていうの、子供の頃の体験って本当すごいんだなと思うんですよね。子供の頃に抱いた憧れっていうか、あ、面白いなと思ったことってこんな風になるんですね。だから、まあ、劇団スカッシュもなんかそういう風に思ってもらえるような作品を世に出していけたらいいなというふうに思いました。こういうまとめでいいですか？